はい、新たま道夫でございます。こんちくわ、よっこいしょよっこいしょ。早速行くわね。早速行くっちゅうかね、最近ちょっといろいろこれ今スマホで撮ってるんですけど、スマホからパソコンにつなげて最終的にやってるんですけど、この連携がどうもうまいこといかんでね、もうここ3、4日もそればっかりやっとる。全然飽きませんね。でね、多分長い動画がね行きにくいいうか、反応せえへんいうかね、あかんでも、ちょっととりあえず4分ずつ小刻みでいこうかな思ってね。これ前からあったやつね、ちょっと4分ずつ、あ、今ちょっと喋ったから3分にしようか。一回リセットして3分、はい、スタート。はい、今日作るんはね、鶏大根いうことで、はい、早速いきます。いつも作ってるんよけど、それが流されへんのよ。この悲しい気持ち分かってくれはる大根だから、もうこれ大根何日冷蔵庫入っとる。おい、これなんか凍ってるんじゃん。大根凍っとる。俺これ凍ってる。これ凍った大根、氷大根。焦っちゃうよね、ほんまに。時間がないとね。けど最近主婦の凄さが分かってきたよ。これ料理作って片付けて言って、ほんま天才技やねん。でね、まだお家で専業主婦とか言っていいけど、働いてるとか言ったらほんますごいね、ほんまに。そらちょっと男はそんな、ほんま遊びに行って、ほんまにね、もう女の人も遊びに行ってるやろうけど、行ってない人は偉い。はい、で包丁や、包丁いいボンや。ちょっともう分からんから適当ですよ、ね。ちょっと硬いの嫌やから薄めに切っとこうてんねん。で多分これをこう切るんやと思うよ、多分。これ。ほんで今日はね、フライパンでしようか。フライパンで炒めろって書いとったから。フライパンに入れていきましょう。これね。お、さようなら。ただいま。スタート。これ4分にせなか。4分。はい、行こう。はい。ほんまにね、パソコン。詳しくなりたいわ。パソコンいうかスマホっちゅうか、もうここでつまずくのが一番つらい、うん。ここでつまずいとったらほんまにつらいわ。
適当。おい。ほんでね、なんか柏を入れて書いた。柏一口大に切る、その切れへんよもう。煮るや。煮るや。炒めんでいいんや。はい、柏はこれ。どこ？宝庫？豊後？豊後ってね、大分県産。豊後。柏を入れて、柏を入れて、柏なんか洗わんでええんかな。洗わんでいいの？煮るから洗わんでいい？この皮が嫌いやねんな、なんちゅうか。皮なしにしよう。皮は好きな人がおるからついてるんやろね。皮はいらんわ、ほんまに。多分一番嫌いかも、皮が、食べ物の中で。揚げとったりね、焼いとったりしたらいいんやけど、なんか皮っちゅく食べるもあるもん、焼いてるやつね。皮はいらんわ。こんなこんなに。皮好きな人なんかおんねんな、この世に。会社行ってる頃ね、いつもお昼、社長、女社長なんですけど、お昼ご飯作ってくれてはってね、それ毎日呼ばれるんやけど、めっちゃ美味しい料理、何の料理でも激うまいねんけど、唯一鶏に皮がついたんね、鶏の料理の時。それはね、ちょっと美味しいねんけども、その皮だけでね、ちょっともうガチョーンみたいな。んで次はね、やらほい、フライパンに水と、もあ、水とだし入れるんや。これね、多分2袋入ってるでしょ。入ってないんや、すげえ。ほんでいいわ、これいつも2人前か2つ入ってるから、もう一回使うまでだいぶ時間かかるという。特製だしを加える。こっちや、特製だし。こっち、特製だし。あ、いっぱいだな。ただいま、スタート。特製だし、特製だし、なんか透明やし、こわ、なんか肌色や。ちょっと肌色、怖くない？肌色、こんな肌色。ほんで水、水 200cc で、水少なくない？水 200ml って少なくない？そんなもん、大根多すぎた。水 200ml、 多分これ2人前よか2袋入ってる思うから、全部1枚持ってたから、うん、ちょっと200、これ200。うわ、絶対少ないわ、こんな。うわ、絶対薄いんちゃう、多い目に入れたら。大根多すぎた。大根3分の1本やで。マジか。薄うてもいいか。けど、薄かったら嫌やな。前か、これでいってみようか。よし、もういけ。
チェ。腹減った。え、ガス開きま、開きっぱやったで、これ。いい、ガス切れとったんや、怖え。怖すぎるし、ガス爆発するし、こんな。怖いし、お前、からや。怖え。電気の IH のガス代も買おう思ってね、ほんまに買えへんわこの男は、思うばっかりで。はい、で8分、強めの強火で8分、強めの強火で8分、蓋を閉めるって書いてある。この蓋、これの蓋ちゃうし、落とし蓋、あ、これや、この前整理したやつ、できたやつや、これや、ちゃうんかな。あ、これは大きいわ、ないわ。あ、これか、よし、缶のペキっていうことで、8分煮でって書いてるんで、これはあと30秒から8分なら7分合わせとくかっていうことで、もうすぐなります。12、11、10、9、8、7、6、5、4、3、2、1、ゴー！さよなら。ではまた7分後。はい、ただいま8分経ったんでね、どんな感じか見てもらおうか。あ、これ背中しまった。どんな感じかと言いますとね、うわ、いい感じかも。あんまりあれやけど、わからんけど。でね、こっからどないするかっちゅうたらね、なんやら醤油だれを入れる。よく混ぜ合わせながら絡める2分やで。行ってみようか。これ醤油だれ、うわ飛んでるし、よしよし行くぞ。火の強さは一緒でいいんかい。中火から強火、これで色がつくいうことや。この醤油なんやら入れて、これね、水少ないかな思ったけど、これ大根の汁出てきおるんやね。あふれとったよ水、大根の汁がどう出て、これだから今もめっちゃ汁多いよこれ。めっちゃうまそうなんですけど、けどこんな大根全然しみひんやろね。2分ってこんなんどうやろ、汁なくなるまで炊こうか。見た目は汁あるもんねこれ。これ1日おいで食べたいな。
1日置いて食べようか。なんか絶対うまそうやね。菓子は火通ってるよね、なんぼなんでも。1日置いて食べようかな、マジで。2分経ったよ。ああ、腹減った。っていうかもう4分経つということは2分以上煮てるっていうことや。っていうことでね、どうしよう。置いとくか、一晩置くか、食べるか、ちょっと味見して、あ、汁気がもうなくなってきた、ジュージューってきた。考えます。はい。大きに。うわ、なんか焦げそう。あと26秒。とりあえず止めようか。ほんま、煮え切ってまうわ、これ。とりあえず止めよう。焦げ付き注意とはそういうことやってんね。あ、これ絶対寝かした方がうまいかもしれん。そんな気がする。知らんけど。はい、っていうことで、バイナラ。はい、っていうことで、まずとりあえずこれ、ちょっとまた4分。はい、こんなん出ました。結局ね、おかずこれ、出来上がってから30分も経ってへんね。20分、15分か、そんな。結局置くのやめました。これ15分かそこら置いてるだけで、なんかもう汁固まってもうとるもんね、これ。ということで、呼ばれることにしました。はい。お正月という、お正月ちゃうやろ。クリスマスということで、クリスマスちゃう、終わったやろ。まだやろ、みたいな。核でいきます。核なんか自分で買うたん初めてやねん。はい、ということで、乾杯。満タン。いただきます。これね、汁が固まってきとん。
玉でおでん食ってる方がうまいね。ぽいちゃん、ただいま。スタート。これね、なんちゅうの、理屈が、もう年いってきたらね、その理屈がわからんかったらもうええー、ってなりますね。なんでスマホで撮ったやつがパソコンにこう行ったりかなんだり、今は全く行けへんみたいな、その理由が分かれへんからね、ほんま往生しますね、ほんまに。もうほんまだいぶやってますよこれ。菓子は苦手かもしれんね。菓子はあんまりよう食べんわ。焼き鳥は美味しいけどね、こういうなんちゅうの、なんちたいの、菓子はしたやつはあんまり好きくないね。唐揚げとかね、焼き鳥とかはほんま美味しいけど、塩は減量する分にはいいんでしょ。ようみんなやってあるもんね。柏、コンビニ売ってるなんか柏がええ言うてね。低カロリーなんかな、よう知らんすけど。タンパク質が多いんかな、よう知らんけど。
これ何かで聞く音と一緒やな。何の音かね。ということで、ちょっとゆっくり呼ばれます。失礼します。はい、ただいま。スタート。スタート。こんな感じでね、あ、ちょっと残しました。全部呼ばれようもと呼ばれるんやけど、ちょっとなんか、染みたやつも食べたいな思ってね。これちょっと置いといて、っていうかめちゃお腹いっぱいやねんけど、ちょっと置いといて、また呼ばれますわ。はい、そんな感じでね、今日はその何やら初の試みでね、もう今ちょっとほんまパソコンとスマホの調子悪いんでね、これちょっとテスト的に4分ずつ切ってね、ほんですんなりいくかどうかちょっと試したいと思うんやけど、ほんまにねっていう感じでございます。はい、てな感じでね、あれですわ、何やったかいな、なんかよう分かりませんけど、今なんか言おう思ってもう早速忘れたね。何を思ったかな、何やったかいな、忘れたな。え、何やった、思い出せんね。記憶喪失やね、記憶喪失か、ボケとるんかなんか知らんけど、思い出せんわ。はい、っていうことでね、はい、そんな感じでございます。はい、大根ね、美味しかった。はい、っていうことで時間も気になるしね。あ、せいさん思い出した、カメラ欲しいわーって言いたかったね。なんかこうカメラ、このスマホから撮るんじゃなくて、こうね、こうビデオカメラ欲しいわ、こんな世話ないのにね、っていうことでした。はい、そんな感じで、はい、いつもありがとうございます。以上、総代、失礼いたします。バイなら、バイじゃ。へへっちゅうね、へへっちゅうね、バイなら、さよなら。